フェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。8月23日日曜日の全国の天気をお伝えします。こちらは雷雨発生確率となっています。西日本や東日本、東北の南部の地域では雷雨の発生する確率が非常に高くなっています。お天気アイコンでも見ていきましょう。日差しが届いていきます。西日本から中部のエリアでは日差しは届きますが、雲が広がると天気急変の可能性がありそうです。雷を伴ったり突風を伴う恐れもありますのでご注意ください。また低気圧の影響を受けていきます。湿った空気が特に流れ込みやすい名古屋や東京に関しては雲が広がりやすいです。東京では雨が降ったりやんだりのお天気、一時的にざっと降る雨や雷にも注意をするようにしてください。東北エリアでも特に太平洋側の地域では雲が広がりやすく、すっきりしない空模様となりそうです。また日本海側の地域から北海道にかけては晴れて穏やかな空となるところが多くなります。台風8号の影響で南西諸島では先島諸島、そして本島を中心に荒れた天気に警戒が必要です。風も同時に強まっていきますので横殴りの雨にもご注意ください。また倒木や停電の恐れもあります。不要不急な外出は控えるようにしましょう。日差しが届くエリアでは気温が上がっていきます。大阪では35度の予想、猛暑日の予想となっています。まだまだ厳しい暑さが続いていきます。西日本から中部エリアでは熱中症対策が欠かせません。明日の熱中症対策見ていきましょう。予報を見ていきたいと思います。日差しが届いていきます。北陸から西日本のエリアでは危険のエリアが多くなっています。日差しが乏しい東京などでもですね、厳重警戒となっています。日差しは乏しい割に気温は高めとなっていきますので、ジメジメムシムシと不快な暑さが続いてしまいそうです。体調管理にご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしました。